皆さんこんにちは。源氏物語の作者について、また作品について解説を行っていく鈴木です。どうぞよろしくお願いいたします。源氏物語はですね、1000年以上前に書かれたにもかかわらず、いまだに人気が高く、世界各国にも翻訳されるなど、読者を引きつけて離しません。しかし、なかなか源氏物語を読んだこと、さらにその作者正木子規さんについてよく知らない人も多いと思います。今更どんな人なのか、どんな話なのか、人に聞くのもちょっとという形で一歩を踏み出さない方もいるのではないかなというふうに思います。でもですね、一体源氏物語って何が書かれているのか、何がすごいのか、どうしてここまで読まれているのか、作者の紫式部って一体どんな人だったのかという疑問についてですね、ご説明解説をしていきたいというふうに思っているところであります。なかなかですね、理解しにくい平安時代のしきたりなどもですね、分かりやすく説明しながらお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回はですね、源氏物語の作者紫式部の生涯の前編についてお話しいたします。紫式部のですね、生涯を伝える資料としては、直接的には皆さんご存知だと思いますけれども、紫式部日記、紫式部集があります。他にはですね、御堂関白記とか王記、小遊記とも言いますけれども、とか言記、また映画物語といったようなものがあります。彼女自身はですね、あまり自分自身のことを語っていませんので、分かりにくい不明な部分がありますけれども、それでもある程度の輪郭は分かるというところであります。特に紫式部集はですね、歌われた日時等については明確に何年という形で特定はできないんです。日付が書いてないもの多いのでね。それで、少女時代の歌から晩年までを、順番に、網羅していて、生涯にわたる、言葉書きなども書かれていますので、少しは分かるかな。さらにですね、紫式部日記なども残されておりますので、そこから見えてくる式部の生涯と人柄などについてお話をしていきたいと思います。なおですね、今回使う本文とか訳文についてはですね、渋谷栄一先生が肯定された源氏物語世界ウェブに掲載されているものを使用させていただきたいと思います。現在この本文は NPO 法人に移譲されていて、再編集されたものになっていますけれども、本文訳文の掲載とか引用についてはですね、サイト名から渋谷栄一先生が肯定であるということを明記すれば、自由に使用できるということもありますので、使用させていただきました。なお本文はですね、いくつか主語を補ったり、分かりやすくですね、漢字に読み仮名を振ったりという形で、訳文等をですね、分かりやすく表現したところもありますので、ご承知いただければなというふうに思います。今日の前編の部分は、一つ目として紫式部の家系、二つ目にいつ生まれたのか、それから三つ目に紫式部という名前、それから四つ目はですね、少女時代というんでしょうかね、それから五つ目は越前下校と都に帰ってきた帰郷について、から紫式部の結婚、および紫式部の結婚生活というのを行いたいというふうに思います。参考ですけども、後編の方はその後、夫に亡くなった後の家父生活について、それから源氏物語が一体いつ頃書かれたんだろうか、そして宮遣いに至るまで、から宮遣いと晩年その後、から最後にですね、娘の剣士についてご説明させていただきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。それでは進めていきます。紫式部は現在ですね、源氏物語の作者と考えられているわけですけども、しかしですね、紫式部の生涯についてはわからないことが多いんですね。率直に言うとですね、生年月日から没年、それから本名に至るまで、全て不明なんですね。
で、まあ、シキルの家というのも家系によるとですね、彼女のお父さんは藤原北家の左大臣家の藤原の冬次の六男義門の子孫にあたってまして、式部の母も同じ義門流の冬次の長男、長吉の子孫になっているということで、名門の流れを組んでいるんですね。まあ、祖父母はですね、堤中納言と呼ばれた兼助で、まあ、歌人です。で、祖父のおじいさんの正忠も、その正忠の弟の清忠から叔父のためよりも皆歌人なんですね。当然父も歌人であるんですけども、お父さんのため時は文殊堂の出身の、まあ、文人ということで、まあ、歌人であるとともに漢詩文にも優れていまして、まあ、本朝礼奏というのは五州湯和歌集などに、まあ、二十数編の作品を残しているんですね。で、まあ、式部の兄弟信則も直線集に和歌が選ばれているということで、まあ、母方の父為信、まあ、摂津守した人ですけども、またその兄の為貞、為政も歌人でした。しかし式部の時代になるとですね、藤原道長に権力が集中するということもあって、彼女の父方、母方ともにですね、権力の中枢からは離れたところに、まあ、あったということが、まあ、言われているわけですね。で、このようにですね、まあ、式部は藤原のため時、まあ、越前守とか越後守だったんですけども、お父さんとして。で、藤原の為信、まあ、摂津守の娘をお母さんとして生まれたんですね。で、このお母さんから式部の姉、とから信則から式部の紫式部の3人が生まれたようですね。お姉さんは、まあ、早くに亡くなったと、まあ、思われます。同じくお母さんも早くに亡くなったか、もしくは離別したというふうに考えられています。まあ、特に、お母さんについてその、いつね、その亡くなったのかとか、離別したのかについての記録は残ってないんですけども、まあ、当時は妻戸遺言の場合はですね、まあ、源氏物語の若紫というわけにあるように、お母さんが亡くなったり離別すると、母方の縁者、まあ、普通はおばあさんがですね、引き取って面倒見たりするわけなんですけども、母方の方で養育が難しい場合は父方が引き取って養育をするんですね。で、紫式部の場合、父と暮らしているということですので、まあ亡くなったか離別したか、まあ、どちらかだろうというふうに考えるのが自然なわけですね。で、この3人兄弟の中で男の子が1人、まあ、信則がいるんですけども、この人はお兄さんなのか弟なのかよく分かってないんですね。以前はお兄さんというふうに解釈されていたことが多かったんですけども、まあ、岡和夫先生が天永元年説というのを、また今井源先生がですね、天禄元年説というのをまあ出しまして、まあ、それに従うと、まあ、弟ということになるんですね。まあ、その理由としてですね、まあ、紫式部日記に式部の父、為時が、まあ、信則のことをですね、信則より早く学問を覚えてしまったという箇所があるわけですけども、まあ、兄ならば、まあ、兄ってこの神っていうなる人っていうことに、まあ、という言い方をするだろうし、まあ、弟ならば式部は早く学問を覚えたとしても、まあ、傷つけることにはならないだろう、まあ、といったようなことからですね、まあ、式部の出生年をですね、973年定元年というふうな形で捉えるとすると、信則は弟ということになる。で、現在はこの弟説が一般的ですよね。まあ、いろんな皆さんのお手持ちのを見ていただくと、大体弟になってるんじゃないでしょうかね。古いのには兄になってます。あとですね、ため時はですね、式部の実の母が亡くなった後に再婚しましたので、まあ、式部はこの養母に
育てられていたのではないのかなというふうに思われます。でこの再婚したお母さんとの間に信道、乗船、それから女の子の3人がいたということが、まあ、記録として残っています。続いて紫式部なんですけども、先ほど973と言いましたけども、式部は、何年頃に生まれたかという、まあ、その生まれた人なのかについて、なんですけども、実はあの紫式部は、まあ、要するに生まれた年もよく分かってないんですね。まあ分かってることは、西暦900年代の後半に生まれて1000年代の前半に亡くなったということは分かっていますね。でなんでこの人の、その生まれとか死亡年齢が分からないのかっていうと、それは要するに資料とか記録するものが何一つ残っていないからなんですね。それで今までの研究者の方ではかなりですね、いろいろと調べてきてまして、まあ、生まれ年についてはいくつかの説があるんですけども、天禄元年970年説というのは今井元栄先生が述べているわけですけども、まあ、今井先生の根拠としては紫式部日記中の寛永7年1010年に書かれた文の中に、糸をこれより追いぼれて旗目くろうて今日読まずの目くろうてとに注目してですね、まあ、これは老眼の始まりの年齢だと。でこの年を40になったと仮定して、そこから逆算すると、まあ、大体生まれ年が970年になる、だから天禄元年なんだよっていうふうに言ったわけですね。それから、まあ岡和夫先生は973年天延元年ですね、これは源氏物語の基礎的研究という本の中に書かれているんですね。それ以外には1974年、萩谷朴先生がおっしゃっている説ですね。から975年、安藤民明が言っている形ですね。まあ、それ以外には難波さん、難波博さんとか、堀井秀成さんなども975年説を訴えておるところですけども、あと978年天元元年説だろうというのも、この与謝野晶子先生とか日間地久本先生から山中豊先生などが978年説を言っています。でこの与謝野晶子さんはですね、なんでこの978年なのかというと、紫式部日記の中の1005年、寛弘5年に定過ぎぬる、まあ、盛りが過ぎたとあることから、その年を31、これ数え年ですけどね、万年齢で30ですかね、と仮定して逆算して、まあ、生まれ年をまあ導いたということになるわけですね。まあ、どれといってこの970年から978年までいくつもあるわけですけども、分からないんですけど、まあ、共通していることは1970年代生まれだろうということですね。で従来はですね、この与謝野晶子先生などが、まあ、言った、978年というふうに書いた書物も多いんですけれども、まあ、近年はですね、まあ、岡加藤先生なども言っている973年説というのが、まあ、有力になっているところでありますね。近いところの、まあ、テキストでの新編日本古典文学全集っていうのがあるんですけども、その中の源氏物語1の解説の中にこういうふうに書かれてますね。この解説では以下の叙述の都合上、仮にほぼ中間をとって天延元年、まあ、973年説に従っておくことにしたいとあります。まあ、ほぼ中間っていう言い方は、まあ、どの説も確かな根拠とは言えないということを、まあ言いたいわけでしょうけども、まあ、その辺の苦しい事情っていうのは分かるんですけども、まあ、ちょっとほぼ中間っていうのはちょっと気になるところではありますね。この解説ではですね、と言いながら、この私もですね、この、岡和夫先生のおっしゃった973年説に従って、この年に生まれたということで、規定して進めていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
続いて源氏物語の作者の本名についてというか、まあ、名前についてなんですけども、皆さんもこれが彼女の本当の名前だとは思っていないと思うんですけれども、では現在、言われている紫式部という名前の由来は一体どこから来たのか。で、紫式部の式部っていうのはこのあの、サブライナとかシコーナって言って、まあ、官職名とか職務上の名前なんですね。で、まあ、当時貴族の間ではまあ本名で呼び合うことはありませんでしたので、紫式部について言うならば、宮中に女房として宮仕えしたということで、まあ、女房名で呼ばれることになるわけですね。で、女房の名前というのは通常お父さんとか、お兄さん、夫など、まあ、貢献的な後ろにして、まあ、そうですね、の立場にいる人の官職名から名付けられることが多いんですね。で、まあ、紫式部について言えば、お父さんの藤原為時が984年から986年、式部省の三等官、式部の上という職に就いていたんですね。で、また彼女の弟にあたる信成も1009年から1010年の頃に式部の上に、まあ、任じられているわけです。まあ、亡き夫の藤原の信孝は式部の上に、ついていません、なっていませんので、そうならないんですけど、まあ信孝の、まあ、言葉の他のお母さんとの間に生まれた子供の藤原の高光も式部の上になっているんですね。で、まあ、その辺から式部としたとする説もあるんですけども、まあ、言葉の子から来たというのはちょっと離れているような気がするので、まあ、ここはもう通常言われているようにお父さんの官職名から式部という名前を取ったと見るのは、まあ、自然なんではないのかなと。まあ、ここで紫式部の式部の部分は多分ご理解いただけたんじゃないのかな。じゃあ紫はどこから来たのか。で、式部が、まあ、宮仕えした頃ですね、お父さんは三味、まあ、要するに職がないんですね。で、官職についてないんです。まあ、それでそれ以前の職としては越前の神ですから、まあ、もしこの時期でやるとするならばこのサブライナかな、このシコーナーを作るとしたならば越前という国名を使った越前の式部とか、いうところが考えられるところではそういうふうにはなっていないんですね。実のところですね、少子中宮へ宮仕えした頃はですね、紫式部ではなくて東式部、東の式部と呼ばれていたようなんですね。まあ、その由来としてはですね、藤原氏の出身でお父さんがかって式部の上の役職であったということから、まあ、東式部というふうに呼ばれていたというふうに言われているわけなんですね。では東式部も分かったと、紫に変化したのは一体何なんだということになるわけですけども、これも、まあ、あくまでも推測に過ぎないんですけども、まあ、源氏物語が関わっているというのは、まあ、一般的ですね。例えば与謝野晶子さんは、紫式部信仰という書物の中で紫の上と女房名の藤の縁語で紫式部と呼ばれるようになったのではないか。まあ、池田紀寛先生もですね、まあ、源氏物語とか藤壺のゆかりとか紫のゆかりの物語に由来する紫式部日記のこの辺りに若紫や三郎の、若紫は、紫の物語、つまり源氏物語のことだから源氏物語の作者の意味というのでつけられたんではないか。今井源先生はですね、源氏物語の評判が高まるにつれて、紫の上の人気に伴って周囲の人がおのずからつけたのではないか。島津久元先生とか奥賀藤先生はですね、紫式部日記の中に、まあ、今言った藤原の金刀が阿那賢子この辺りに若紫や三郎と言ったのが直接の原因だというふうに言っています。まあ
この他にですね、紫式部にあの日記によるとですね、父為時は系譜の上で当園にあたる、中塚佐野宮、友平親王家とも関係があったみたいで、式部も一時期この中塚佐野宮家に女房として仕えていたということを言う説もあるんですね。まあ、その際は東式部という名で仕えていた。で、少子中宮に仕え始めた初めの頃は、まあ、その初めの頃は仕えたのは何で仕えたかというと、やっぱ源氏物語の作者としての名声が強くなっていたので、藤が紫に変わったのではないかと、まあ、こういったことなんですね。まあ、どの説によるかっていうのはちょっと判断しかねますけれども、まあ、紫式部が宮中に女房として使えるようになったのは源氏物語を書き始めて評判になったということが、言えるわけです。その後というふうに言えますので、まあ、紫のゆかりの説が最初にあって、まあ、均等の言葉が決定づけたということになるのではないのかな。まあ、いずれにしろですね、源氏物語の作者のイメージが要因となっているということが言えるのではないかと。ですから、東の式部、まあ、東式部、から紫式部という名前で今ではそれで定着しているということになるわけですよね。続いて、まあ、紫式部の本名についてなんですけどもね、まあ、古来から、学者がですね、血眼になって調べてきたんですけど、確かな証拠は未だに見つかっていないんですね。正直、まあ、今後も、まあ、永久に分かんないんじゃないのかなというふうに言われていたところがですね、津戸田文英先生が1963年から70年にかけて紫式部の本名とか、上京伝の女房とか紫式部とその時代といった論文を書き上げまして、紫式部の本名は、ね、高子ではないかというふうに発表したんですね。その理由として紫式部日記の刊行5年の11月17日の記事に、中宮少子が宮中に帰る場面で女房たちの牛車に乗る順番が出ているんですけども、これは女房の序列を意味するので、この時紫式部は内子の女、まあ、7人いたうちの1人なんですけれども、で、御堂関白記の、まあ、1007年正月28日の記述に、まあ、藤原の高子、まあ、本当は高子というのは分かんないけど、孔子が内子の女になったというふうに記されているんですね。で、この人が紫式部である可能性が高いというふうに言ったんですね。まあ、ところが今井源英先生とかですね、岡和夫先生などからはですね、内子の女が7名であるという確証がない、それ以外にもいた可能性がある、から御堂関白記は、まあまあ、伝聞形式で書かれていて、少子好きの女房のものとも思われない、から名部から内子の城に昇進するのは早すぎる、寛弘4年正月にはまだ内子の城になってないんじゃないのか、他には、女房たちがその牛車に乗る乗車の序列は必ずしも厳密に決められたものではないといった反論がありまして、定説には至ってないんですね。まあ、可能性は高いかもしれないけども、絶対そうだというような形にはなってないので、まあ、わからないということですね。まあ、結論から言うと、この本名の問題について言うならば、明確にこうだという、まあ、明らかなものでもない限りですね、発見されない限り、まあ、もう、紫式のままで行きましょう、まあ、ということを、まあ、意味していると。いうことになるんじゃないでしょうかね。まあ、なかなか難しいですね。ただそういうことも言われていることも覚えておいてください。続いて紫式部の少女時代についてなんですけども、まあ、岡和夫先生の説によるならば、紫式部10歳の頃のことを回想して紫式部日記に、983年弟の信則
が、ね、まあ、私の弟の式部の丈夫という人がまだ子供で漢籍を読んでいましたときに、そばで聞き習っていたが弟は理解するのも遅かったりすぐに忘れるところがあったりしたのを私は不思議なほど習得が早かったので漢籍の学問に熱心であった父親は残念なことだと、まあ、男子でなかったのは不幸なことであったといつも嘆いていたとおられたというふうに書いた文章があるんですけれども、まあ10歳の頃はそういう、まあ、利発な少女であったと、しかも漢籍を読んでいたということ。その後ですね、式部が15歳の頃は大川先生に言わせるとですね、当時流行の、まあ、大川先生とかのお話になってますけど、流行の物語、日記とか古今の歌集、内外の詩文を、まあ、大方読んでいたのではないかというふうに言ってますね。あと与謝野晶子さんは15、6歳頃から短編小説を書き始めたんじゃないか、どこにも証拠ありませんけどもね、とおっしゃっていますね。まあ、その後岡和夫先生は995年頃の夏か秋頃にかけて藤原信孝と恋愛関係が生じたのではないのかなというふうに言っていますね。またこの年、この式部の邸で、まあ、式部の家です、紫式部の家で地方に下っていく幼友達と、一夜を過ごしたこと、それから人にことを教えていたといったようなこともあったようだというふうに言われていますね。2009年の紫式部日記の中にもその幼い頃を回想したものがあるんですけど、そこにこんな形の文があるんですね。まあ、現代語訳ですけどね。大きな厨子一具に隙間もなく積んでありますのは、一つには古歌集で物語類が何とも言えない虫の巣となってしまったので、気味悪いほどに虫が入っているので、まあ、開いてみる人もありませんと。もう片方に漢籍類があり、特別に積み重ねた夫も亡くなってしまった後は、手を触れて、触る人も特にいません。それらを所在者さんは募って仕方がない時に1、2冊引き出して見てますのを女房たちが寄ってきて、あなた様はこうしていらっしゃるからお幸せが少ないのです、どうして女性が漢文を読むのでしょう、昔は経を読むのでさえ人は静止しましたと陰口を言うのを聞きますにつけても、縁起を担ぐ人が将来も長寿であるようだとは、まあ、例の見えないことですと言いたいけれど、思いやりがないようですし、それもまた最もなことでありますと、まあ、言っていてですね、まあ、式部の日常生活の中に物語とか漢籍というものが あったということが、まあ、ここの部分からも分かるのかなというふうに思いますね。本当式部についてわからないことばっかりですよね。で、式部はですね、まあ、紫式部集の和歌にもあるんですけども、お父さんのためときが996年に武漢からやっとのことで越前の神、まあ、今の福井県ですよね、の神、国主となりましたね。式部は父に伴って人目の越前に下っていったことが、まあ、分かっているんですね。まあ、この時期、まあ、この下校の時期についてなんですが、一体いつ頃下っていったんだろうかというふうに言われているんですけども、まあ、これについては995年の6月頃ではないかというふうに、まあ、佐野明子さんはしていますね。まあ、その理由としては、本朝津願、まあ、朝徳元年の記事に正五位下藤原のため時越前の神人数という形で書かれているので、まあ、その頃じゃないのって言ってるわけですね。で、岡和夫先生は翌年の996年、ですね、の夏頃ではないかと、まあ、こういうふうに言っているわけですよね。まあ、理由としては、例えばこの996年説の角田先生などは日本紀略という記事の他に、紫式部集の、まあ、13番目の歌の言葉書きに、
過去に、カモに桃でたるにホトトギスなかんというあけぼのに片岡のこつでおかしゅう見え、けりとあり、この歌を出発直前の糸満追いの、まあ、参詣としてまだ京都にいたのではないか、まあ、角田先生もですね、この式部集の22の言葉にから、まあ、夏に赴任して一緒に行ったのではないかと、まあ、今井源先生なんかも式部集の8の言葉書きを踏まえて、996年の、まあ、秋晩秋ではないかと、まあ、いうふうに言っているわけですね。で、まあ、行ってからの、その行った先での、まあ、田舎生活というんですかね、式部にとっては、まあ、式部にとっては、まあ、辛かったようで、まあ、非常にこの都を恋しく思っていたと、まあ、早く都に戻りたいと、まあ、いうふうに思っていたようですね。はい、ということを踏まえてですね、一体いつ頃下っていったのかというと、大体この996年説が、まあ、有力ですね。式部が973年に生まれたとするとちょうど23歳という形になります。で、岡和夫先生によればですね、この前年の995年にこの式部のお姉さんが25歳で亡くなったのではないかと、まあ、こういうふうに言っているところなんですね。で、じゃあ一体この、まあ、向こうでは飲むね、やっぱりこう退屈だったのか、そんなにいい思いしなかったみたいなんですけども、いつではこの越前から都に帰ってきたんだろうかということについてもいくつかの説があるんですけど、まあ、与謝野晶子さんは996年だよ、それから、角田文英先生とかはですね997年だよ、ということ、まあ、反対に牧先生なんかもですね、紫式部集の83の、言葉の日から、まあ、初頭頃じゃないのっていうふうに言っているんですけども、まあ、岡和夫先生、今井源先生、から秋山福建先生などは998年頃じゃないのかなと言ってますね。まあ、現在のところもいろいろとあるんですけども、997年か998年ということになってますね。まあ、この解説の中ではですね、この998年説に従いたいなというふうに、思います。春頃ですね、式部は25歳の時に都に戻ってきたということにしたいと思います。続いて、式部の結婚についてなんですけどね、結婚の時期なんですけども、まあ、結婚するってことは事前にその思いを伝える必要があるわけですよね。まあ、考え方は3通り、都にいた頃に、まあ、求婚された、それから越前に下校した頃に求婚された、それから都に帰ってきてから求婚された、まあ、この3つがその思いを伝えることになります。まあ、起こりましたけど、相手はですね、その親戚関係にある藤原の信孝という人です。で、その信孝とは、一体いつ頃信孝がその求婚されて、プロポーズされて、いつ頃結婚したのかっていうことなんですけど、これもたくさんあるんですけどもね、まあ、まあ、越前に行く前にすでにそのアタックされていて、997年以降に結婚したというような捉え方、それから越前にいた頃に、まあ、手紙というのかな、そういう消息のね、文が寄せられて帰郷したところで結婚した、から、都に帰ってきてから、まあ、プロポーズされて、そして結婚したという3つなんですけれども、まあ、大体ですね、998年、999年、人によっては997年から998年ということもあるんですけども、
まあ、一番早いところで言うと、まあ、1997年ということに、まあ、プロポーズされて翌年結婚説といったようなものが出てきているところになるわけで、この辺は人によって帰ってきた年の解釈と、それから結婚した年が同じ年なのか翌年なのかといったようなことがまちまちですけども、まあ、今井源先生は1998年に結婚した、まあ以降にね結婚したよ。で、岡和夫先生は1999年の、早い段階で結婚したよ。それから、1999年説としては、まあ、その前の年に帰ってきて、そこで交際などをしてプロポーズされて結婚したよっていう説があるんですけども、まあ、1999年の、説として、例えば何でしょうね、秋山健先生は、998年に交渉が始まって999年に結婚したよっていうふうに言われていますね。まあ、いろいろごちゃごちゃ言いまして分かんなくなっちゃったかもしれませんけども、まあ、式部の結婚した時期については、帰ってきた、都に帰ってきた翌年、999年の結婚を支持する人が多いですね。ですから973年生まれということになりますと、そして1998年もしくは1999年に、と考えると998年に結婚だと25歳、999年だと26歳ということになりますね。まあ、源氏物語で光のもとに朱雀院の娘の女三宮が嫁いできたのが14歳ですからね、当時としてはちょっと年齢的に遅いんじゃないの、25日の26日のね、はい。まあ式部にはですね、そういうわけで信孝から、まあ、結婚を、まあ、何度も何度もこうアタックしてきたようなんですけども、岡和夫先生は結局彼女の文芸好きにつけ込んで、その作品を借りたりなんかして、まあ、文学の話で、その何て言うんでしょうね、まあ、関心を得るというんでしょうかね、そしてその冬頃に結婚したんじゃないのかなっていうような言い方してますね。あまり信孝にいい印象はないですね。あと式部が当時ね、結婚がかなり遅かったということもあって、信孝の前に、結婚してたんじゃないのか、まあ、先ほども申し上げましたけども、中塚宮智平親王家の関係者と結婚の経験があった可能性が指摘されている。まあ、なんでかっていうと、やっぱり当時10代で結婚するっていうのが一般的だから、24、25はないんじゃないかというふうなものが大きいんですけども、確かなことは分かりませんね。で、夫の信孝は、まあ、いつなのってことも後でお伝えしますけども、まあ、再婚なんですね。で、式部の他に3人の妻がいたということが分かっているんですね。で、まあ、999年に結婚したよ。まあ、初めのうちは、まあ、蜜月のようでしたけど、まあ、その後の信孝ってどちらかというとこの派手好きな性格で、もありますし、まあ、彼女の書いた文や和歌、から自作の物語っていうんでしょうかね、もしくはその信孝とのその求愛し合ったところで答えたの贈答文などをですね、部屋から勝手に持ち出して、まあ、今風に言うとですね、個人情報を他の人、まあ、愛人も含めて見せたということで、この日記の中にもあるんですけど、まあ、式部は激しく怒ったようですね。で、信孝としては、まあ、そういう悪気はなくて自分の優れた妻をめとったという、まあ、自慢をしたかったのかもしれないんですけども、まあ、式部の性格からすると自分の書いたものを、ね、断りもなく人に見せられるというのは、まあ、耐えられなかったということで、まあ、あまりの剣幕でですね、持ち出した手紙類はその後式部のもとに戻されたということになったそうですね。まあ、一時は、まあ、離婚するんじゃないのかなっていうようなところもあったんですけども、まあ、何度かの手紙のやり取りの後にですね、互いにやっぱり折れて、まあ、別れずに済んだと
いうことになりますね。それからはややまあ平穏な、生活というんでしょうかね、結婚生活、まあ、紫式部署に残っている贈答歌などを見てもですね、まあ、そんなにあの、ひどい言い方はしてないですね。まあ四季節の中の36番、37番の歌などを、まあ、ちょっと、引用しませんけども、そういうところからも、まあ、見えてくるっていうところになります。でちょっとここで信孝についてちょっと説明したいと思うんですけども、この信孝という人は孫子文脈の中で、三条減るといえどもこれを兼ねず、美を諏訪等の山城筑前、備中中宮の大臣、正五位下弁、皇后の助、黒とか、まあ、そういったですね、ことも書かれた中に長保3年4月25日卒、まあ、長保3年の4月25日に亡くなったということが書かれているんですね。で、この信孝としての藤原の為時と同族で、まあ、982年に、最初の任官という形で、まあ、左衛門の城で、まあ、クロードに干せられてから、まあ、1001年に亡くなるまでに20年ほどの還暦が残されているんですね。官位の時期はちょっと不明なんですけども、いつなったかはね、まあ、正午位下になっているということですね。まあ、生年が生まれた年がわからないので式部との年齢差がよくわからないんですけども、信孝は他の妻との間に産んだ子がまあ5人ほどいて、まあ、四男の高助が998年に、25歳と式部と同じ年齢だったようなので、まあ、信孝の道原の、お兄さん頼孝が為時と同じ年であったということがから考えると、まあ、大体45から47歳ぐらいじゃないかということですね。まあ、それでもここでは一応の999年結婚した時に信孝を46歳というふうに仮定して、まあ、そうすると、式部は26歳ということになるわけですね。まあ、もしそうじゃなくてもう1年ね、先とすると、まあ、信孝が47歳とすると21歳差、まあ、どちらにしろ、まあ、20歳以上の年齢差があったのではないのかなと言われているんですね。でその信孝はどんな人物だったのか、さっきのエピソードも分かりますけども、まあ、歌人とか楽人、まあ、実務家としての評価は、まあ、高かったようですね。で990年信孝が30代後半の頃のエピソードとして、あの有名な清少納言の枕草子にの、まあ、哀れなる者の段によるとですね、まあ、なんて言うんでしょうね、いろいろとここのところで書かれているんですけども、まあ、ここのね部分で言うと、まあ、派手好きだという形で、まあ、描かれているのが あるんですけれども、まあ、その本文はねちょっと省略しますけども、御嶽詣を行った際にね、身分の高い人でも普通は粗末なみだりで参詣するところを、御嶽はみだりで、みだりを悪くして参詣せよとは、まあ、言わないだろうと言って、長男の高光とともに派手な服装で参詣して、人々はその姿に呆れたというふうにあるというふうにありますね。まあ、そういうことでちょっとまあ人と違ったことをアピールしたい、もしくは派手好きな人であったということを、まあ、聖書などは書いてますね。まあ、こういうこともあって紫式部はですね、この夫の信孝のことを、まあ、枕草子の中で、まあ、笑われるというか嘲笑されるわけですよね。それで、まあ、その仕返してるんでしょうかね、紫式部日記で清少納言は実に得意顔に偉そうにしていた人ですと、あれほどかしこまって漢字を書き散らしています、程度もよく見ればまだとても未熟な点が多くありますと、このように他人とは、
違おうとばかり思っている人は必ず見劣りがし、先行きが悪くなっていくことばかりですから、思わせぶりの振る舞いが身についてしまった人はひどく無風流で、つまらない時でもしみじみと上司に浸ったり、また興味深いことを見逃すまいとしているうちに、自然とその折に適切でない軽薄な振る舞いになるものです。そのように実意のない態度が身についてしまった人の育成がどうしていいことがありましょうかと、まあ噛みついたわけですよね。まあ青少年なもんは、まあ嘲笑したっていうよりも、見方によっては何て言うんでしょうね、まあ、斬新な、他と違う起点が効いていいんじゃないのと、まあ明るい人として描いたというふうに、まあもう読み取れるんですけども、式部からすると、まあ旦那がね、そんな風に笑われたりするのはまあ良くないと、まあ、かなり恨んでいたと、まあ、この話は直接ね、これと関わるわけじゃないんですけどもね。あと、あの式部の人に対する恨みを感じさせるものが、まあ、源氏物語に他にも出てくるんですけども、まあ、もみじの間の巻に、この巻に、切り壺の味方に使える年配の女官、まあ、当時は女官と言ったんでしょうけども、源の内志之助という女性が、まあ、登場します。この人は血筋、人柄の申し分はないんですけれども、まあ、色好みという評判がありまして、年若い源氏と遠野中将は冗談半分で声をかけたりしていると、まあ、年上もわきまえずに、まあ、美体を振りまくという彼女に、困ったもんだなと思っていると。とは言いながら、源氏はその、源の内侍のもとに泊まった夜に、まあ、遠野中将と修羅場を演じて源の内侍を仰天させるんですけども、これについては角田文英先生がね、源の内侍と紫式部という論文で、このモデル源の内侍を、源の名士、まあ、秋子としました。で、この内侍之助というのは、まあ、内侍之助の次官という高い地位にあって、まあ、帝に政務を報告、裁可を仰ぐという、帝の言葉を伝える高級政治の中心的な役職なんですね。で、彼女は才気活発で、まあ、品もあり、帝の信任も厚かったと。で、この源の名士という人は、まあ、結婚しているのに、すりの神という人を、まあ、愛人として持っていたと、まあ、常人というんですかね、まあ、他の男性と関係があるという噂があったんですね。で、当時は、まあ、世間的に誰の妻と見なされていても、常人を持つという人もそんなにないわけではなかった時代ですし、また本当にこの名士が色好むものであったかどうかは、まあ、証明つかないですね。ただ当時、源の内侍、まあ、内侍之助といえばですね、誰もが名士を思い浮かべたということがあるようで、で、この人がですね、この藤原の憲隆の妻、ちょっと分かりにくいかもしれないけども、あの信式部の夫の、兄上に当たるんですよね、信隆の。で、源氏物語にはですね、まあ、あの人だなって分かるもんでいれば、まあ、他にはいないんですね。しかもこの紅葉の巻で、何がしの内侍とか大納言の、まあ、まあ、御家さんというふうに言えば済むところを、あえてそれと分かるように書いた、まあ、これが噂となって、女房たちを監督する任務を持つ名士は、噂が広まるにつれてその地位に耐えられなくなって、1007年、50歳の時に辞表を出すんですね。で、当時はもう一旦噂になると、もうそれが真実かどうかにかかわらず、まあ、恥ずかしめを受けたってこともあるし、抗弁してもダメなんですね。難しいってことで、結局彼女は名誉毀損に対する抗議も含めて道長に辞表を出すんですね。で、道長は、まあ、フィクション、まあ、物語の源氏物語と実際の源の内侍とは関係が認められないと。で、社会通念として認められる程度の浮気っていうのは辞職の退職とはならないぞと、まあ、言ったような内容で、辞表を受け付けなかったんですね。受け取らなかったんです。で、
まあ、道長の遺留に気を良くした彼女は引き続き、まあ仕えることになるんですけども、ただ心中ね、義理のその妹である式部に、まあ、こんなね自分と分かるような形の源氏物語の中に出されれば、まあ、いい気持ちはしなかった。つまり実在の人物でありしかも義理ではありながら兄嫁をここまで笑い物にするっていうのは一体どうなのよと、ね、まあ兄のそのね、この範孝に公認された妻でありながら老齢になっても男出入りがあるっていうことに、まあ、ちょっと怒りを感じていたのかな、まあ、ちょっと儒教的な意味からね、まあ、他に、義理の妹にも高圧的な態度で、まあ、鼻にかけて態度があったんじゃないのかなとか、ね、彼女の私生活を知る式部には反発があったのかといったようなことがあり、まあ、他にですねこの範孝とまあ、この信孝の兄弟との間にそのお母さんの遺産をめぐっての紛争があったんじゃないかという説なんかもあるんですね。まあこの式部はですね、内向的で一という字も書けないというふうなことを言っている割に物語の中ではかなりあの人ってわかる辛辣な面もあったということをちょっと、まあ、お伝えしておきたいこの信孝という人はですね、今井先生が1992年の、太宰の商人を兼任していた頃の岩清水文章の、彼の署名と、顔を見てですね、その筆跡をですね、繊細軽快で、まあ、自由行だ、堅実な実務家というより芸術家肌の人格を想像させるというふうにその字を見ていっていますし、またあの舞株に優れていて、鴨の祭りとか冬の臨時祭の舞人に指定されるなどですね、まあ、明るくて目立つことがあり社交的であったということがありますね。ね、まあ、総合するとこの人はそういった面もありますけども、まあ、式部との結婚生活は不明ですけども、まあ、地方官として実務をしっかり行い財産もしっかりね蓄えて文人としても、還元舞和歌芸術もこなすという、まあ、中流貴族としては優秀な人材であったということになるわけですよね。で結婚した、時ですね、まあ999年の初頭に結婚しその年の暮れぐらいまでには子が生まれたんじゃないかという間で式部との間に剣士、まあ、片井子というこの娘が生まれる。この娘はいつ生まれたか分からないんですけども、999年に結婚しこの旦那は1001年に亡くなってますから、その間に生まれたんだなということになりますかね。まあ、999年とすると、まあ、3年余りですかね、1001年までの間。で結婚生活は一体どうだったのよということなんですけど、よく分かってないんですけど、紫式部日記には、まあ、当然なんですけども、夫のことは書かれていません。まあ、しかし、紫式部集の中に、その和歌から察すると、まあ、幸せだったのっていうと、どうもそうであったとも言い切れないのがあるんですね。まあ、あまりこう、満ちたれた幸せだったっていう生活ではないこの式部の側にとってですよ、まあ、その一つ目の理由は考えられると、まあ、年齢差やっぱり夫が年を取り過ぎていて、まあ20歳以上離れているということもあるのは一つ、それから教養面でのギャップ、源氏物語の母君の巻に甘江の日向でも入れてくる学者の娘っていうのがありますよね。ああいうところから教養面で夫よりも賢かったんじゃないかっていうこと、それは性格的な問題、やっぱり式部というのはやや内向的で自制的なタイプの人であったようなんですけども、あとまあちょっとね、妬みというか恨みが長くするタイプで、信孝はどちらかというと外向的社交的でやり手目立つことが好きだ
ていうことになるわけですよね。まあ、先ほどもお伝えしたように、その文をね、持ち出してやったりするというような形が書かれていたりするわけですけども、そういったこともちょっと何なのっていうのがあった。まあ、それ以外に、今井源先生によるとね、1000年頃ですね、長保2年頃ですね、信孝はもう他にも妻がいたってこともあって、式部のところに夜来ない、まあ、よがれですね、通ってこなくなって苦しんだと、まあ、いうふうに言っているわけですよね。ということで、身分的にはね、まあ、かなりその家柄などもこの信孝と近いものがあるわけですけども、結婚生活はあまり芳しいものではなくて、生活していく上では、まあ、釣り合わない夫婦だったのではないかなということですね。まあ、源氏物語の女君たちが多くの場合幸せな結婚生活を描かれるような描いた形では描かれていなくて、まあ、夫の愛に苦しみ涙するのが多いのも、まあ、こういったことが理由として言えるのかもしれないなと、まあ、こんな風に思うわけです。長くなりましたけども、ここまでとしたいと思います。後編は先ほど申し上げた話ですので、またよろしかったら、ご視聴いただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。